P 2023-24 B リーグ第7節、2023年を締めくくるリーグ戦、エルフェン対長野の対戦です。まずは前半15分です。エルフェンキャプテンの吉田がここ奪って、自ら運んで左足で打っていきました。まあ、相手のミスを見逃さず自ら、ね、持ち運んでシュートと、非常に積極的なプレーだったと思います。はい、気持ちが出ている、まさにそんなプレーでした。続いて前半18分、長野のシーンです。背番号10番谷川選手です。ここもシュートまでつなげましたね。そうですね、谷川選手の強さからしっかりとフィニッシュまでという、非常にいい形作れていたと思います。続いて前半21分です。エルフェンのシーンです。瀬野勇気、ボールを持って打っていきました。まあ、ここもね、複数の選手が関わりながら最後フィニッシュまでと、非常にいい形でした。はい、そして先制のシーンです。園田からキャプテンの吉田が右足を振りました。決まりましたね。いや、見事な先制でした、先制点でした ね、はい、ね、まあ、本当に園田選手の落とし、吉田選手の入り方、そしてフィニッシュまでと、非常にいい形作れていたと思います。はい、見事でした。園田の技ありのパスから吉田が決めてみせました。ガッツポーズも光りました。吉田のゴールシーンでした。嬉しい嬉しいゴールとなりました。キャプテンの吉田です。エンド変わって後半です。後半59分です。ホームのエルフェン、ここもキャプテンの吉田です。運んで右足打っていきました。わずか右だったんですよね。そうですね、ここもね、いい形で抜け出して、得意な形でしたけれども、まあ惜しかったですね。はい、そして後半63分、長野です。川船右サイドからここ剥がして切り込んでいきます。強さありましたね。そうですね、途中投入の、ね、川船選手がしっかりとゴールに関わる、やはり自分の良さというのをここで見せてくれましたね。後半77分、ホームのエルフェンです。ここもキャプテンの吉田が受けて切り返してシュート。長野も人数かけて守ってましたもんね。そうですね、まあ、ここはね、はい、本当に吉田選手からすると決めておきたかった、そんなシーンだったと思います。はい、エルフェンと長野のゲームは1対0でホームのエルフェンが勝利しました。吉田の初ゴールとなりました。